ガジェット通信。はい、そんなわけでどうもこんにちは、ガジェット通信の長田です。そして森アナです。はい、今日お邪魔しているのは、秋葉原のビープさんという、ものすごくね、秋葉原の中でも、特徴的なお店になってるんですけれども、この店がどんな内容なのか、そこのところも交えながら、今日は説明していただこうと思います。その秋葉原ビープさんの店長さんをしていらっしゃるのがこちらの方。どうも、埼玉県の駒林です。よろしくお願いします。どうも。駒林さん、ビープさんというのは、まあ一言で知らない人に説明するとしたらどんなお店ですか？電脳ドンキホーテみたいな感じですか？素晴らしい。わかりやすい。あの、僕なんかがね、来ると心ときめく内容のものばかりがあるんですけれども、簡単に言うと、まあ、30代、40代の昔パソコンゲームにどっぷりハマった人たちや、アーケードゲーム、コンシューマーゲームにハマった人たちが見に来ると、さまざまなソフト、ハード、グッズがもう一挙に揃っているという、まさにね、今駒林さんがおっしゃったような、電脳ドンキホーテ。最高ですね。で、今日は何を見ていきましょうか？今日はですね、こちらのお店に遊びに来たらめちゃめちゃ懐かしいすごいタイトル見つけてしまったんですよ、はい、これはですね、はい、僕は今未来検索ブラジルという会社でね、働いてるんですけれども、その中に、上坂さんという方がいるんですが、その方が作った超有名タイトルがね、動いてました。びっくりです。ちょっとそのあたり駒林さんにね、説明いただきながら見てみたいと思うんですけど、よろしいですか？はい、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 そんなわけでテグザーでございます。このタイトルなんですけれども、1985年に登場した画期的な作品なんですけれども、作者が、当時ゲームアートの上坂さんという方なんですけれども、実はガジェット通信も入っている、未来検索ブラジルのプログラマーの一人なんですね。ほ、はい、じゃあ一体どんなゲームなのかっていうのをね、こうちょっと実際にプレイしながら、はい、レビューしてみたいと思います。実際やったことない人にやってみてもらおうと思うんですけど、はい、やったことない、ないです。アンナちゃん、何年生まれ？94年です。94年、この前ですよ。この前です。最近ね、我々からしたらこの前ですよね。94年ですよ。セガサターン出てますからね。そういう基準なんですね。そういう基準。どんなゲームか、全く知らないアンナさんにやってもらいましょう。実際にプレイしていただきます。はい、馬場さん、これ操作方法触ってもいいですか？上下左右の、まあ、手札を動かして、はい、右のボタンで レーザーが出るんです。レーザー、このレーザーがすごくてですね、あの敵を自動で追うんですよ。すごい。敵がいたらそこにもう標準が勝手に。じゃあ楽じゃないですか。敵がいたら押せばいいってことです。そうです。押しっぱなも大丈夫。そんな敵勝手に狙ってくれるんだったら動きますね。じゃあ消えていいと思った。これで 下を押すと変形するんですよ。で、B ボタンで、はい、バリアが張る、シールドが張れるので、はい、もうシールドに当たってるやつは死なないんですよ。ダメージを食らわないんですよ。いやいや、複雑な感じになってきましたね。複雑。 A と B は一緒に押せないんですか？押せるんですけど、このバリア、シールドがオンになってる時はもうあのこれ以上効果を発揮しないので、この減ってる間は今無敵ってことですね。まあ、試しということか。これは何ですか？これを倒すと、このエネルギーが回復するんです。おぉ。で、まあ、右に進む。もう、おしっぱい右に進むの。お、なんか、壁がありますね。壁も自動でレーザーで追って壊してくる。うまいじゃん。下で押して変形して その上を押すの。難しいですね。なんか滞りなくプレイできてますね。
ことあるんですか、ね、上坂さん全クリできないって言ってたよ、確か。あ、本当ですか、うん、そんな言っていいのかな、俺後で怒られるかな。結構ゲーム中が迷路になってまして、うん、ゴールを探すのが目的の一つ。なるほど。これは右ですね。あ、これは模様。あ、模様なんか意味があるんだよね。これなんかボス、本社のボス。爆弾かもしれない。あ、信号からないと死んでしまうかも。危ない危ない。難しい。難しいね。今から直してくださいって言うんですね。すごい怒られちゃう。怒られます、ね、すぐ直してください。怒られます。難しい。難しいですね。でもなんか昔のゲーム感ってありますか。けど、うん、なんかこれがあったから今のゲームがあるんだなっていう感じがします。すごいですよね。はい、うーん、ゲームを作るとか全く考えられないですね。意味の分かんない世界なんで、こうゲームが一区切りするとこうクラシックが流れ始めて、はい、そう、またこの辺のね、あの情緒ある感じだったりとか、今までのゲームにあまりなかったこう世界観の作り方だったので、そうですね、あのベートーベンの月光ソナタですね、斬新でしたね。まさかゲームでベートーベンをね、そうですね、またね、持ってくるなんて。当時中学生もゲートーベンの月光とか知らないから、うん、このいい曲は何だって聞いてるうちに、あ、これゲートーベンなんだ、後で気づくみたいなパターンもありました、ね、なんかこの辺のなんかちょっとデザインのセンスの良さっていうのも、うん、あの当時流行った理由の一つだったんだろうなと思います、うん、でもよく考えると、あの飛行機が壁にぶつかっても平気っておかしくないですか。いや、あれはまたちゃんと理由があるんですよ。なんで壊れないの。壊れません。壊れません。そこはほら、あの今あるじゃないですか。こう自動検知。まあ、いろんな技術がね。あるじゃないですか。当時あったのかな。当時あります。当時あります。まあ、未来の話ですね。ネクサの世界の。未来の設定だと。そうですよね。小林さん。やっぱアートディレクターの方に直接お問い合わせをするという。でも怒られたくない。怒られたくない。これ触ったらまずいんですよね。触ったらまずいんですよね。これ触らんといてください。はい、わかりました。バンってさっき見たやつだ。飛行機、飛行機と、まあ、当時のパッケージを元パッケージとですね、あの当時ポスターにあった図面を元に、はい、キット化しまして、最初この奥の色がないやつだったんですけど、そのあのキットの原型師の方はですね、はい、可動式の方が絶対にいいということで、おお、割と突然可動式になりましてその結果、まあ、こんだけいいものになったんで、情熱が動かしてしまったんですね。そうですね、まあ本当テグザ様々ということで、すごいですね。
もちろん、ね、上坂さんもしっかり監修いただきまして、まあ、ご本人も、まあ、納得していただいてるだろうテグザーが、まあ、ちゃんと形になって、まあ、よみがえるということで、ね、上坂さんこんなところに落書きしてね本当に落書きじゃないダメですねこれそうじゃないサインですかサイン、はい、言っときますよあとパッケージね作者のサインとか入ってますよ ねすごいはいそんなわけで今日はテグザーの紹介をしてみましたね、ご覧の通りまだまだねたくさん面白そうなものがあるんで、うん、秋葉原にお越しの際はディープさんにちょっとね来て皆さん楽しんでみるのもいいんじゃないでしょうか、うん、そんなわけでアナちゃん今日なんか自分の知らないものばっかりだったと思うんですけれどもどうでしたなんか皆さんが喋られてる言葉も全然分かんなかったりして一生懸命理解しようとするんですけどだんだん眠くなっちゃってでもなんかすごい私の生まれる前にこういうものがあったんだなとかっていうのが分かったりして、うんうん、ちょっと家に帰ってみて家族とかお父さんとかお母さんにちょっと話聞いてみたいなっていうのは思いましたなるほど、はいね、宇宙語ですよね我々の話だとねテグザーですらこう宇宙語ですからね本当ですよねこの人たち一体何を言ってるんだろうってはいそんなわけでね、はい、あのおじさんたちで盛り上がってしまいましたが秋葉原ビープからお伝えいたしましたそんなわけでそれでは皆さんごきげんようガジェット通信コメントもよろしくお願いしますガジェット通信チャンネル登録もよろしくお願いします。ここ。